カルシウムをただいっぱい取るのは骨の改善に対してそんなに有効ではないっていう。こんにちは、柏原幸男です。いつもお米チャンネルをご覧いただきありがとうございます。今回も YouTube にいただいたコメントに回答いたします。それではキッシーお願いします。では早速コメント読み上げます。先生の動画に興味が湧き、3年で8キロ増えてしまった体を元に戻したく登録させていただきました。ありがとうございます。骨粗しょう症治療中の63歳女性です。病院からカルシウム、小魚、乳製品、小松菜とうるさく指導され、毎日欠かさず食べておりますが、乳製品はがんを招くと知り怖くなりました。豆乳もそうだとか。乳製品を食べなくても骨粗鬆症は大丈夫なものでしょうか。乳製品のせいでなかなか体重が減らないのでしょうか。ちなみに週 3,4 回カーブスに通っておりますが、他は買い物に行く程度、よろしくお願いしますというコメントです。はい、コメントありがとうございます。骨粗鬆症か、これはね、なんとか改善してね、ちょっとそうしないとちょっとね、この後の人生のリスクが高いかなと思いますね。もう最近若い人にも骨の状態悪い方がすごく増えていて、本当にこのままだと心配だなって思う人多いんですよね。まあ、そういう意味ではちょっと今回骨というのをテーマにお伝えしたいことがございます。最初に結論として申し上げますと、お米生活は骨の健康にとてもプラスですということをお伝えしたいです。でコメントいただいた方も病院からカルシウムの指導をすごく受けているみたいですけども、まあ、おそらくね、栄養士さんのお話なんかもあるんじゃないかと思いますが、カルシウム頑張って取っても食事で意識しても意外と改善しないんでね。私はあの現場でたくさんそういう事例見てきて、皆さん一生懸命そのね、アドバイスの食事のこうシート通りに食材をこう意識して食べても残念なほどに改善しないんですよ。ですけども、私あの骨をテーマにしたイベント企画を一時期ですね、3年ぐらいやってて、何万人かのデータ取りをした時にすごく発見したことがあります。それが私が栄養学に、あれ、学校で習った栄養学に疑問を持つきっかけでもあったんですけども、それで骨の健康診断っていうのをやりまして、で食事のアドバイス、どんな食事してるかっていう聞き取り調査をするっていうのをやった時に衝撃でした。乳製品の摂取が多い人に骨の状態が悪い人がすごく多いっていう傾向がありました。で実際にですね、世界規模というか地球上で乳製品の摂取が多い国が骨の状態結構悪いという傾向もあります。日本人はもともと乳製品をあまり摂ってない民族で、カルシウムの栄養素としてカルシウムの摂取量は食事として多くないんですよね。日本の食事ってカルシウム摂取量かなり少ないんですよ。ですけども、カルシウムの摂取量が少なかった頃に骨粗鬆症少ないんですね。それが今すごく増えているっていう、このあたりは必ずしも乳製品とかカルシウム頑張るっていうのとシンクロしないなっていうところですね。そしてその骨の検診事業をやってた時にもう一個気づいたのが、結構ですね、そのお食事のヒアリングをするときに、いや私乳製品苦手であんまり取ってないから骨が心配ですっていうような方が意外と骨の状態がいいっていう傾向があって、そういう方の食事を聞くと和食というかご飯を食べる食生活をしてるっていう方が多かったんですよ。これは結構ね、統計的にも優位差が出るぐらいの違いがありました。あれって思ったんですよね。なので栄養分析上カルシウムの摂取量は多くないけど骨が丈夫な人はご飯をしっかり食べている。やっぱり乳製品の摂取が多い食生活をしている方ってパン食が多かったりとか、あとは朝はヨーグルトとサラダだけとか、ご飯をあまり食べてない傾向の方が多かったんです。この辺で見てもあれって思うきっかけでしたね。ですので、まあ乳製品は頑張って取らなくて大丈夫
その後、健康食品の会社、サプリメントの開発とかの会社に行って、やっぱり骨の健康状態っていうのは一つのこうターゲットゾーンなので、そういう人たちにどういう製品設計にしたら効果的に骨の改善ができるのかっていう、骨のプロジェクトをやってたんです。それで、どういう栄養設計にするべきかっていうのをすごくリサーチをして、その時にもカルシウムをただいっぱい取るのは骨の改善に対してそんなに有効ではないっていう結論だったんです。大事なのはまず骨って何からできてるかっていう、ここを知ることなんですよね。それで言うと骨の成分のメインはカルシウムじゃなく、骨のこの構造土台を作ってる部分はタンパク質だっていうことなんです。主にコラーゲンっていう組織なんですけど、コラーゲンが骨の枠組みを作って、その間を埋めてるのがミネラル類なんですね。ミネラルとしてカルシウムは確かに多いんですけど、カルシウムと次いで働くミネラルとしてマグネシウムがすごく重要なんです。カルシウムだけたくさん取ってマグネシウムが少ないと、これ逆に骨からカルシウム流出しやすいというのがあって、マグネシウムとのバランスがすごく大事っていうのがあります。で、日本人の食事ってカルシウムの摂取そんなに多くないけど、マグネシウムがしっかり取れる食生活だったんですね。それが乳製品っていうのはカルシウム多いけどマグネシウム非常に少ないという傾向があって、ですから他のお食事でマグネシウムが取れていればまだいいんですけど、マグネシウムの摂取が少ないままカルシウムだけ取るのは本当に、ね、逆効果だというところなんです。いうところで、まずは骨の土台を強くするためにタンパク質がちゃんとこう利用できる状態が大事で、このタンパク質の話、ちょうど前回のとこでお米生活をすると筋肉強くなるよってお話をしたんですけども、タンパク質もただ量を取ればいいっていうことではなく、ちゃんと代謝が回る状態のところに取る必要があるっていうことで、重要なのはこのエネルギーがちゃんと代謝される状態っていうと、お米がすごい大事なんですよ。お米をちゃんと取って、タンパク質も取れてる食事をするということで、筋肉が強くなるイコール骨の土台も強くなるというこの関係性があります。そしてカルシウムはほどほどでいいから、マグネシウムがしっかり取れる食事がすごく大事。今の日本人の食生活の傾向としてマグネシウムすごく不足しやすいというのがあります。ですから、このマグネシウムがしっかり取れるお食事をしてほしい。この辺が骨の健康度を上げる上で食事のポイントとして大事なところ。これが、お米生活、ご飯と味噌汁の組み合わせっていうのはエネルギー代謝を良くし、タンパク質をうまく利用できる状態を作るというのが一つ。そして味噌汁は結構マグネシウム取りやすい。で、ここに緑黄色野菜なんかを入れていただく。おかずにタンパク質をちゃんと取る。この組み合わせをする。さらにやっぱり骨の状態が心配な方は、この普通に食事してるだけだとマグネシウムとかやっぱりもうちょっと取ってほしいというのがありまして、その場合はぜひおすすめしたいのはご飯のとこに雑穀を入れるっていうことなんですね。雑穀の大きな魅力、私雑穀をねすごく推している理由としては、マグネシウムが効果的に取れるという食材なんです。今私たちの食事にはマグネシウムがとても不足している、取りにくい栄養素の代表格でもあるんですけど、雑穀はねマグネシウム効果的に取れるというところです。マグネシウムは骨に代謝する時にもとても大事な栄養素ですけど、ダイエットにも生活習慣病の改善にもものすごく重要、血糖値のコントロールにもとっても重要な栄養素なので、マグネシウムがしっかり取れる食事は本当に意識してほしい。どうしたら取れるかっていうと、味噌汁はその一つ、味噌はマグネシウム取りやすい、そこに緑黄色野菜を入れていただく、あとはごまとかもいいですね。こういう、和食でよく取る食材たちっていうのは結構マグネシウムが取りやすいんですけど、その中でも断然取りやすいのは穀物から。穀物は精製するとマグネシウムちょっと減ってしまうので、未精製の穀物なので、玄米もいいんですけど、やっぱ年齢的に上がってきて骨粗鬆症が起こっているような方っていうのはミネラルの吸収が悪くなっている方が多いんですね。そういう方にとって玄米はむしろ消化が悪く吸収されにくい可能性がありますので、雑穀の方がおすすめです。
もしどこの雑穀がいいかっていうことにご興味がある方は、スーパーとかで売ってる雑穀もいいですけど、やっぱね品質によって結果の差がかなり大きいので、もしよかったらマイコクさんの体質改善ブレンドをお試しいただくといいかなと思います。よりマグネシウムをしっかり取りたいという方は、究極の雑穀っていうのがマグネシウムが取りやすいブレンドになっているので、ちょっと試していただけたらなと思います。ということで、ご飯しっかりに雑穀を入れ、そして具沢山のお味噌汁にタンパク質でおかず、おかずからタンパク質を取るという、この組み合わせのお食事は骨の改善の効果が結構期待できると思います。そしてもう一つ大事なポイントは、骨は栄養を取るだけでは再生しないということです。栄養があることが必要ではあるんですね。骨の材料があることは大事なんですけど、骨の細胞を活性化しないといけないんです。骨を作る作業を頑張ってくれる細胞を活性化するのには重要な条件があります。それは物理的な刺激なんですね。物理的な刺激っていうのは、一つは振動を与えるっていうことです。振動を与える行為として一番大事なのは歩行です。歩くっていうこと、足をついて歩いていくと、足をついた衝撃が全身にこう伝わる、この振動が全身の骨を刺激して骨の再生を活発にしてくれるので、歩行をぜひ増やしてほしい。歩くことですね。これもなんかのんびり歩くよりもちょっとチャキチャキ歩いていただくっていう方が、ちょっとこうね、振動がしっかりいく運動をしていただくっていうのが重要です。材料があるとこに骨の再生を活発にする細胞がね、刺激されると、よし、どんどん骨作るぞっていう風になってくれます。もう一つ骨に物理的な刺激を与える方法が、筋肉を鍛えるっていうことです。ちょっとイメージ図ここに出しますけど、筋肉はその両端が必ず骨にくっついてて、常に骨を引っ張ってる状態が筋肉なんですね。なので筋肉がしっかりすると、常に骨を引っ張る力が強くなるので、骨に刺激がいつも行く、これが骨が強くなるために大事なんです。ですからやっぱりダイエットをしすぎて筋肉が痩せて筋肉量が少なくなると、同時に骨も弱くなっていくんです。ですからしっかり食事をして、歩行をすると同時に筋トレする。コメントくださった方はカーブスで動かれてるっていうことなんで、それはすごくいいと思うので、筋肉を増やすことを意識して筋トレをしていただくと、骨の改善にも効果的ですので、栄養面と刺激を与える、運動というところですね、この組み合わせを意識してやっていただけたらいいと思います。で、骨は、いくつからでも改善可能ですので、年齢だから今更とか、閉経したら骨増えにくいっていう情報たくさんありますけど、大丈夫です。私現場で見てきて、食事と運動の両立で骨の改善劇的にしている方たくさん見てきてますから、今からでも大丈夫。ぜひやってみてください。お食事で栄養取るのもすごい大事だけど、栄養だけではうまくいかないよっていうところも同時に知っておいてほしいなと思います。運動として、なんかこうラジオ体操とかヨガとかストレッチみたいのは、あんまり骨の改善にはつながらない。多少こう筋肉を刺激することで筋肉が増えることによる効果は期待できますけど、歩行がやっぱねすごく大事なので、ウォーキングやってみてください。ということで、世の中ではね、これを取ったらこうなるみたいな栄養素の話っていっぱいあるんですけど、栄養素って単体では働いてないし、この成分を取ったからこうなるっていうことはほぼないと思っていただいた方がいいかなと思うんですね。いろんな栄養素が連携していますし、その栄養素が働くための環境としては、エネルギー代謝が回っていること、エネルギーがちゃんと取れて体のいろんな臓器たちが動ける状態を作ってないと、いい栄養を取っても役に立たないということが多いです。お米生活っていうのは、このエネルギー代謝を活発にする、代謝を上げていくということが、いろんな変化を引き起こしてくれるベースにありますので、お米って単にカロリーとか、なんか糖質っていう風に見ないで、ご飯を食べることで代謝が上がり、臓器とかいろんな栄養素が働きやすい環境を作ってくれるんだっていう風に捉えていただくといいかなと思います。米生活の具体的な実践方法は公式 LINE を通じてお届けしております。こんな方法はどうなのとか、 YouTube で発信できていないことも、具体的な方法なんかも LINE を通じてお届けしたいと思っておりますので、ぜひ登録してみてください。この動画が参考になったという方は、いいねボタン、高評価
押していただけるととっても励みになります。そしてチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご覧いただきありがとうございました。あ、そうだ、ゆきおさん、はい、今一番行きたい国は突然来たねどこですか？行きたい国いっぱいありますね。結構行ってる方だとは思うんですけど、ヨーロッパは少ないかな。ヨーロッパはスペインとイタリアとフランスしか行ったことがないから、ヨーロッパあちこち行きたいですね。私が興味があるのはやっぱ食文化が豊かだったり特徴的だったりする国っていうのは行きたいなって思うので、オランダなんかも食が、ね、豊かだし、ヨーロッパそれぞれいろんな食の豊かな国がありますんで、って言ってもねパッと出てこないけどいろいろ行ってみたいなとは思います。トルコとかどうですか？トルコもねいいですね。世界4大料理、4大か。トルコ料理も好きですけど、トルコもそうだしギリシャもそうだし、こうね、いろいろ知らない文化を知るっていうのは楽しいですね。キッシーは行きたい国はある？行きたい国ですかキッシーも結構行ってるんじゃないの？いえ、全然行ってないですよ。全く行ってないってことはないですけど。フランス留学してたもんね。フランス、はい、留学してました。まあ、でも久しぶりにやっぱフランス行きたいですね。フランスはさ、行ったって言っても、私もね、キッシーに教えてもらってリヨンとパリと行ったけど、あとアヌシーも行ってね、最高だったけど、まだまだ広いもんね。地域ごとにね、違うし。スイスも行きたいですね。あ、スイスもいいですね。普段私チーズとか乳製品あんまり取らないようにはして取りすぎないように気をつけてるけど、もうフランス行った時なんかは乳製品万歳だったもんね。美味しい、なんだこの美味しいヨーグルトはとか、チーズやばーみたいな、乳製品祭りをしてきましたね。ね、幸せ。ベトナム、うん、アジア圏ね。そうですね、アジア圏もまだまだ行ってない国いっぱいあるな。ベトナムは去年私の本があのベトナム語で翻訳出版してもらったじゃない？そうですね。そう、そのご縁で今ね、なんかベトナムとのやり取りこうちょこちょこあって。そうなんですか？そうなんですよ。ベトナムでビジネスしている社長さんとかとのご縁があって、ベトナム来てくださいよって言われてるのよ。ベトナムまだ行ったことない国だから、ベトナム行きたいですって言ってるんだけど、で翻訳出版していただいた本いただいたけど、何書いてあるか分かんないねこう私の本らしいっていう表紙、あれ面白かったですね。表紙が米じゃないっていう。そうなんですよ。出来上がった本いただいた時に衝撃だったね。ご飯を勧めてる本なのに表紙が、これ麺ですか？フォーだったんですね、きっとあれは。米粉ですね、はい、やっぱお米文化の国ではあって、ね、でやっぱり米作りの関連のお話もよく今いただいていて。そうなんですよ、ベトナムに今年は行けちゃったりするかな。プライベートで旅行で行くのも楽しいけど、仕事のつながりで行って観光ではない現地のことを知ったり、現地の人とローカルのこう生活やこういろんなご縁ができるっていうのはすごい楽しいなと思っています。なんかね、やっとこう自由に動ける感じもあって、あ、海外行きたいなと思った時にちょっとこう、あって思うのは円安ぐらいかな円弱、しか思わないです。物件も買いづらいですね、うん、本当にこれはね、うん、辛いところですけども、はい、それに負けずいろいろ行って見聞を広め、美味しいものを食べていきたいなと思います今年はちょっといろいろお話があるので海外情報もお伝えできたらなと思います。